今まで僕の GPT というのは、何でもできる AI じゃなくて、これしかできない AI という感じで、特に画像生成の AI、これはですね、独自のタッチだけを描くイラストレーター、そんなものを GPT 図で作ることを目指してやってきました。はい、今まではこういうような漫画アニメっぽいもの、これしか描かないというような GPT 図、 また僕が一番今お気に入りなんですがこんなラフな感じの子供のお絵描きみたいなクレヨンがこれを中心にしたものこういうのですねこれを写真からとか似顔絵のようにとかいろんな作り方のできる GPT 図をたくさん作ってきましたまたどこにでもありそうなこういうようなイラストですねこういうものも作ってきました こういういイベント用の絵っていうのは「行事」という例えばこの場合だったら「クリスマス」というタイトルを入れるだけでケーキを食べているところとかそしてサンタクロースにプレゼントをもらってるところ子どもがプレゼント交換をしてるところそういうのを全部 ChatGPT が考えてくれてそして「クリスマス会」というふうな入れ方をするだけで いいろんなクリスマスマのシーンを描いてくれる例えばそれが運動会でもいいだろうし大人の忘年会そういうのでもいいんですただタイトルを書くだけで考えてくれて何枚もの絵を描いてくれるそんなような専用の使い方ですよね行事のカットイラストみたいなそういうものも作ってあります それらほとんどのものは無料公開させていただこうと思ってこういう動画を撮った時に概要欄の方なんかに URL を貼ってあります。ということをいろいろやってきまして、例えばこんなトランスフォームをするようなゴリラとかですね、こういうものも書けるようなことをいろいろ実験的にやってきました。 そして今日お話しするのはサムネイルでも皆さん見ていただいた通りちょっと今までありそうでなさそうでというようなアニメっぽいんだけれども昔の歌舞伎役者さんなんかの衣装とかイメージとかそういうものを書けるようなものをしました例えばこれはサムネにも使ってましたけれどもこんなドラマこんなベーシストこんなボーカリスト サムネに書いたようにエ師さん泣かせというかですね。これが個人ででも書けるようになるわけです。こんなの一から書こうと思ったら何日かかりますかそれが一瞬で書けてしまう。まあ一瞬と言ってもまあ30秒ぐらいはかかりますけれども。そういうようなものを今日は発表させていただきます。タイトルは歌舞伎アニメを広めるクリエイターというふうになっています。 ここでデザインを依頼したいというボタンを押しますと、このように向こうの方からまた回答が来ます。もう端的です。どんなような画像を書きたいのか、そして正方形横長、縦長またはお任せ、そして背景のありなし。このぐらいの3つのポイントぐらいを中心にプロンプトを入れればいいだけなんですけれども、そこらは曖昧でも書きます。 じゃあちょっとやってみましょう。まあ僕は音楽をやってる加減上、音楽の絵を描きたいことが多いんですけれどもちょっとイレギュラーにパソコンを触る女の子背景はお任せ横長たったこれだけのことです。やってみましょう。もうすぐに描きます女の子がパソコンを触ってますよね。この時代ギャップ面白くないですか こんな和風で、そして現代調もまだったような描き方です。顔のあたりの作りは見ていただいた通りですね。最近のかわいい、ちょっと萌えっとするような顔立ちのキャラクター。こういうのが描けるわけです。じゃあ、今度はバイオリンを弾く女の子。ちょっとやってみましょう。バイオリンを弾く女の子。色っぽく正方形でこんな感じに入れます。ね。 本当にこんな絵を描こうと思ったらどれぐらい勉強したら描けるようになるのか専門学校上がっただけだったらなかなかこんなにバランスよく描けないんじゃないでしょうかね。まあ僕もね実は種を明かしますとヒューマンアカデミーというところでねイラストレーターとかフォトショップの講師を長くやってた時期があるんですよね。ですから今も、 この画像というのにこだわるのはそういうところなんですが最近はイラストまで描いていなかったし僕自身はコンピューターの会社を長く経営していたのでイラストレーターフォトショップの使い方を教えるというような形でただしまあ僕も実践をしながら印刷会社さんとかと一緒にやり取りをしますしまあ今でも音楽の仕事をしながらパンフレットやジャケット そういうものは自分がデザインをしています。さあ、どんなのができたか。バイオリンを弾く女性ですよ。はい、いいじゃないですか。めっちゃいいと思いませんか。まあ自分で作っておいて、そういうふうに言うのもなんですが、こういうテイストに必ずなるようにですね、ナレッジのアップロードファイルとかに仕組みを作っています。ですから、こんな感じに書いてくれるということになります。 じゃあここまでしたんだからもう一つチェロ引く男性1対1もうなんぼほど簡単なプロンプとかミッドジャーニーとかですねステーブルディフュージョンとかそんなのに慣れてる人にとったらいろんな絵を描きたいから勉強するんですけれどもこういう用途特定というのも楽しいんじゃないでしょうかちょっと大きく見てみましょうこんな感じですねこれ今四角い枠とかがありますよね こういうのも取ろうと思ったら取れます。ポイントというのは皆さんも研究をしている人はいると思うんですけれどもちょっと真っ白で描いてというふうに書きました。単色としておきましょう。ジェネレート ID というのは同じ絵を描きたいというような時はこういうような指定の方法をすると同じような顔立ちであったり完全ではないですけれどもねちょっと四角って言ったけどどうしても四角を入れてしまうんですね。 こんな風になった時に直す方法というのもあります。例えばこの絵を一旦コピーします。そうしましてグラフィックソフトに持ってきます。このグラフィックソフトの背景リムーバー、こういうものなどを使うといいと思います。まずこれでやってみます。はい、ここだけがちょっと残ってしまいましたね。こういう時は ちょっと拡大してですね少し修正を加えましょうペンなどを使ってそして真っ白これでこのように消してもらえばいいですこんな感じにしましたもう一度背景リムーバーを使っておきますここに白いこういうのがありますからですねこの白いのを完全に透明にしたいなと思ってるんですはい このようにしました。こうやってグラフィックソフトをうまく使って編集をやれば GPT だけでうまくいかなかったところも直したりすることができます。ぜひ僕が作りましたこのアニメ歌舞伎これを使っていただいてちょっと豪華な絵を描いてみませんかまた何か質問などありましたらコメント欄にもお寄せください。今日はご視聴ありがとうございました。またねー。